テレ東。東京の上野動物園で飼育されているジャイアントパンダのシャンシャンが12日、3歳の誕生日を迎えました。パンダの顔をかたどったお団子や野菜ジュースなどで色付けされた氷などを盛り付けた誕生日ケーキを美味しそうに頬張っています。上野動物園は新型コロナウイルスの影響で現在も休園中のため、来園できないファンに向けてホームページ上でシャンシャンの特別動画を公開しています。生まれた直後は147グラムだったシャンシャンはおよそ86キロにまで成長。1日におよそ55キロもの餌を食べているということで、うんちの量もこんなに。東京都によりますと、シャンシャンは12月末までに中国に返還される予定になっていて、これが日本で迎える最後の誕生日となりました。